はい、どうも、うみです。本日も、これって脈あり？脈なし？というゲームをやっていこうと思います。はい、今回も浮気調査やっていきましょう。スタート。もうタイトルとね、ちょ、言ってること全然違う。元カノとの思い出の品を持っている。ちょ、待って、指輪？指輪はさすがに嫌くない？なんかね、普段使える小物、ペンとか、まあそういうのだったら全然いいとは思うけど、指輪はさすがに、しかも右の薬指にまだつけてるのはあかんでしょう。こいつ未練、タラタラじゃん。未練な彼氏。これは浮気。ちょっと待ってね、これ逆だから、こっちだと浮気になるのか。浮気ではないけど、嫌だから。嫌。はい。ネクスト。浮気のその後、捨てないと殺す。元カノを忘れさせる方法エンド。それはさすがに、なんか違う気がする。で、殺すはダメ。包丁は置きましょう。普通にもう未練ある男だからね、ちょっと、まあ、未練をね、なくすほど自分に惚れさせるか努力してね、もう、それだけで別れるの嫌だけど、難しいですね。ノット浮気のその後、やっぱり私が好きだって、よりを戻されるエンド。うわ、最悪。うわ、もう嫌だね。なん結局お互い指輪外せなくて、やっぱり、みたいななってあって、より戻した。最悪ですね。この女の子めっちゃかわいそう。もうこれはなんか、ただ利用されたみたいな感じじゃん。うわ、最低なクズ女でしたね、こいつも。人を踏むな。絶対踏むな。夜な夜な同僚とお出かけ。何これは、まさかの B の L ですかね。夜な夜な同僚とお出かけ、スーパー湯、温泉、いやまあ男同士の付き合いで温泉とか行くかもだけど、夜な夜な同僚とでしょ。まあちょっとわかんないから、一旦はい、決してね BL だからってね、ノット浮気にしたわけじゃないです。あーおち、ノット浮気のその後、新しい世界に目覚めた彼氏エンド。イケメンリーマンの秘密の残業。何見てるの？これなんかそういう、ビデオ見てるわけ。目覚めちゃいましたね。浮気のその後、許して、もう行かないから。彼女は怖いエンド。ビリビリに破いてる銭湯の喧嘩なんかかな。いやまあね、浮気っちゃ浮気だったからね、あっちでノット浮気の方だと。だからこれちゃんと彼女との関係を切ってから、やりましょう。それだったらいいけど、さすがにねダメだよ、彼女いる状態で浮気は。デート中に男友達とチャット、チャット、男友達と JK な彼女。まあね、JK でしょ。なんかそういう男友達とかもなんか一番なんかこういる時期なんじゃないの、わかんないけど、チャットぐらい内容をちょっと見ないとして、まあいいんじゃないの。はい。ノット脇のその後、近すぎない、なぜか身近に迫ってきている男の人の怖っ、迫ってきてる、怖い怖い怖い、何その右手でなんかね、ちょっとケツ触ろうとしてない、大丈夫かな。逃げて花嫁。浮気のその後、俺に集中しろ、彼女を振り向かせる制裁エンド。いやー、さすがにそれはやりすぎ、携帯が水没しちゃう。これはあかんよ。さすがにね、そんなものをね壊すようなことはしちゃダメだし、そんなことしたら逆に喧嘩になっちゃうでしょ。これはちょっとねダメですよ。なんかほんとやめてみたいな感じで話し合ったらいいんじゃないの。ファンを部屋に入れた。ファンを部屋に、なんか、とんでもないもの置かれてない？机の、なんかね、上。ファンを部屋に入れた。歌う彼氏。なるほど。ファンを家に入れるの絶対ダメでしょ。冷静に考えたら。ちょっと今私思考停止してたんですけど。絶対ダメって。浮気のその後、人生終わった。彼女のバラし、ネットの怖さを知れんの。いや、これはこうですよ。だってね、変なもの置いてたしさ、完全にそういう気満々だったじゃん、彼女いるのに。これはもう自業自得です。ノット浮気のその後、味しめやがって、彼氏がファンを管理する方法へのうわやべえ、整列、すっげえ列、行列になってるじゃん。やべえな、女の子たちも大丈夫？こんな、ねえ、いっぱい女の子と関係持ってるっていう男を落ちてて大丈夫？やばい、しかもこの女の子、カッター持ってるため、それだけはダメ。カッターは置いて、こんな男ね、他にいい男いっぱいいるって。
彼氏の友達にあざとテック、彼氏の友達にあざとテック、なんでそんなことするの、絶対ダメでしょ、あざと彼女、そんなことしないでってなるよね、彼氏いるのに。これはちょっと嫌だな、嫌だって意味で、はい、浮気。浮気のその後、このシリガル女、彼女が好きな友達の前で振ってやったエンド。おお、彼女が好きな友達の前でってことは、もうその友達あれじゃないの、付き合ってくるんじゃないの、それともさすがになんかこういう姿見たら引いちゃうのかな、どっちなんだろう。ノット浮気のその後、だって友達だもん、あざとテクに磨きがかかる彼女エンド。いやー、あざといですね、あざといとかもうやばいじゃん、そのね、セーター着るのはもうやばいよ外でそのセーター着る人絶対いないでしょ、もう谷間見せつけちゃってるもん、怖い怖い怖い、やばいやばい、はい。同じクラスの男子とゲーム友、ゲーム友、同じクラスの男子とゲーム友、うわあ、あのさ、今さ、オンラインでできる時代じゃん、部屋に呼ばなくていいんじゃないの、あれ小学生、小学生、これ小学生のお話、小学生ならいいんじゃないの、これがね、まあ、高校生とか大人だったらちょっとあれだけど、あれれれ、ノット浮気のその後、チューしちゃったの、先に大人の階段を登っちゃった女子園のあー、とんでもなかった、まあ、小学生のうちの付き合うとかってまあそんな感じなのかな、小学生で付き合うってどういうこと。浮気のその後、僕もお前と遊ばない、浮気者、初恋は叶わないエンド。あーあーあー、まあね、でもな、ノット浮気だったらチューしてたからなどっちにしろこの子あんまりちょっとませませしてる子だからね、あー、ハートが割れてる服のハートが、あららら、まあこれは、うん、こっちでいいんじゃない、これでね、あ、まあこういうちょっと学ぶと一つ、まあゲームするぐらいだったら本当いいんだけどね、この子注意しちゃったからな。彼氏を隠してネットで男と遊ぶ、彼氏を隠してネットで男と遊ぶ、あ、彼氏がいる存在をってこと、VTuber なんか、まあ VTuber ならそんな、まあ明かさないんじゃないの、さすがにこれはしょうがないでしょ、仕事上、はい、ノット浮気、はい、星5 はい、浮気探偵楽しい、浮気調査、ノット浮気のその後何が起こった、あー、これで登録者爆上げ、視聴者数の奴隷になった彼女エンド。うわ、やばいやばいやばい、なんでその道に行っちゃったの、彼氏公開しなかっただけでとんでもねえ VTuber だった。浮気のその後、でまだもん、密告者の彼氏の選別エンド、人気 VTuber 〇〇、彼氏がいたことが判明、あ、この彼氏いたことを判明っていう、こういうのもデマだもんって裏切ってるじゃん、なんかかわいそう彼氏、まあでもさ、さすがにさ、公開する時期は自分で決めたいだろうから、これは密告するのはちょっとさすがにかわいそうな気もするけどね、はい。上司に誕生日プレゼントを渡した、はい、上司なんかハート出てるからな、このイラストがちょっと良くないんだよね別にプレゼント渡すだけだったらまあ渡さないけど、私だったら絶対にね、もう親しくない人に渡さないけど、受付嬢な彼女、なんか媚び売ってそうだなこの子、だからちょっとあのハートが気に食わなかったから浮気にしとこう、はい。浮気のその後、上司と不倫してるらしいわ、噂の元は彼氏エンド、あー、彼氏が流しちゃったわけねまだ確証もないのに言いふらすのはちょっとあれだけど、まあ退職届出すことになったってことは本当にしてたのかな、もうこれしてなかったらちょっとひどいけど。ノット浮気のその後、やった、給与アップ、ボーナスアップ、彼氏より昇進エンド、あー、こうすごいコネ使いましたねもう一体何をしたの、もうね、体は大事にしてね、本当に彼氏いるならなおさらよ、はい。他の男とハイタッチ、ハイタッチ、しかも体育祭でこう盛り上がってる途中でしょ、これは元気な彼女かわいいな、活発で、これはさすがにノット浮気なのでこっちなんじゃないの、ハイタッチぐらいは。ノット浮気のその後、見たか、これが彼氏の特権だ、優勝な熱いハーグエンド、おー、いいじゃんいいじゃん、他の男はね、ハイタッチで終わる関係だけど、彼氏はハグまでしてくれると、あ、これは良かったんじゃないの、ノット浮気で
ね、変にそこで浮気ってして疑ったらあんま良くない気がする。浮気のその後、触んな、他の男と触った手はいりません。うわー、潔癖、すごい潔癖ですねそれかわいそうこの彼女。いやこれは絶対にノット浮気の方がね、いい関係を築けてたよこれね。これで絶対この男、え、あいつめっちゃ重くねってなるだろうし、この男。はい、息子の幼稚園の先生と仲良し。息子の幼稚園の先生と仲良し、まあね、関係を築いておくのはいいことだから、うん、さすがにこれで連絡先知っててプライベートでもなんか会ってるとかだったらやばいけど、まあお話ししてるだけならいいんじゃないかな。はい、さすがにねここでね感じよくしとかないといけないだろうし。ノット浮気のその後、遅いな、夜な夜な三者面談へと。あー、ダメですねこれは、よくありませんね。何夜な夜な三者面談で、これ絶対にお母さんの座奪おうとしてるかね、してるよねこれ、怖っ。いやかわいそうって、子供も連れてさ、うわーかわいそうこれね、奥さんたまったもんじゃないよ。浮気のその後、俺の飯は飯抜きの敬遠の本当だ、一個だけもう見えないオムライス、オムライスが準備されてませんねまあまあでもね、ノット浮気だと三者面談、密告三者面談してたしね、うん、これこっちの方がまだいいのかな。さすがに奥さん一人ぼっちかわいそうだったから、困ったら隣の人に頼る。これ嫌じゃない。うん、隣の可愛い彼女、可愛いけど、いや普通に俺頼ってってなるじゃん、彼氏いるんだから。だからこれはちょっと、はい、浮気のその後、このゴキブリどもめ、両方成敗への彼女もゴキブリ。いやこれ隣の人がさ、ちょっとかわいそうじゃない。ただね、あの女に連れてこられただけでね、やましい気持ちはなかったかもしれないのに。ノット浮気のその後、この前はありがとうございました、隣人におもてなし、彼氏は出張中へと。危ないですね、よろしくないですね、出張中に家に招き入れる。あーもう出張っていう単語ね、ワードはもうね、こういう不倫とか浮気にもってこいの単語ですからね出張は何だと思ってんだ。